はい、間違えしました。モンガラキャンプ場のバリバトルよろしくお願いしますということで、ちょっとモンガラあんまり好きじゃないんですけども、悩む。どうしていいのか。とりあえず射程を伸ばしてね、あのね、なんだろう、短い射程の人は倒そうみたいな。逆に自分より射程長い人からは逃げようみたいな。ちょっとそんな感じの考え方で乗り切ってることが多いかな、モンガラキャンプ場は。そこいたな、今なんかいたよね。あ、いるんじゃないの、こんなとこ登っちゃって。隠れてのバレバレよ。これ来るか、レイルータだけか。なるほどね。ん、待って、俺の足元狙ってる、これ狙ってるな。ソイチューバー怖い。いや、オッケーオッケーオッケー、怖い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 、マジで怖い。やれそう。先にこっちやって、意外と伸びますかね。さて、無理。危ない、今やられたと思った。どん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 相手出てくるからさ、俺が先陣切り開く、みんなのための道を。待って、ここ来てるよ。これやっぱ、ほら、やっぱもう俺分かったもん今。みんな気づいて、俺いるよ。ほら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 、みんな気づいて、これ言うからね。もうここいるよ。なんかナイスしてる。あ、そっち狙って、いや戻ったか。オッケーオッケーオッケー。こっち来させちゃうとさ、抜けられちゃうからさ、来させたくないようにしたいけど、味方のジャンプこれかわいそう。オッケー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 。なんかスーパージャンプ着地持っててもさ、気になるよな、スーパージャンプって。めっちゃみんな逃げてきたね。お、ナイス。ぐちゃぐちゃだ。あ。あれ？あ、OK、OK、OK、全然当たらない。メイン性能じゃなくて、メイン効率つけてるから。敵がインク踏んでば2発でいけるんで。キルは取れるんだけど、もう味方が暴れまくってるから。全然十分濡れてないぞ。そう。いない？これ。あー、戦って。俺何もしなくていいじゃん。もう。でも、あれだからね、これ、俺。一番最初に道を切り開いたのは俺じゃね？この状況を作ったのは俺の気がさ、あー、やられてるやん！来るよ、これ、来るよ。来るよ、ぐいぐい来るよ。一落ちしたもんね。これで2落ちでしょ？めっちゃ来るよ。と思ったら相手いっぱいやられてる。なんで？なんかもう、味方がエンドレスに攻めてる。これさ、やれんじゃね？怖い。着地に打っとくか。無理。あれ？あれ？当たんないんだこれ。届いてなかったかな？わかんない。もうダメだ、敵来ねえ。最後。全然敵来なかった。うちのチーム、ジグ全く塗ってないぞ。最初からもう攻めてたからね。ありがとうございました。ちょっと射程の差出たな。ハイドライターし。バリアブルローラーもして長いしね。やりました。はい、間違えしました。モンガラキャンプ場縄張りバトルよろしくお願いします。と言いつつも、何度目かのモンガラキャンプ場、そして、射程が長いか？新潟名前スパイファミリー。最近流行ったよね。また。またっていうかの、漫画がさ、流行ったじゃないですか、スパイファミリー。これギリギリ届かないんだ。あ、でも、ちゃんと濡れたわ。サボってるわけじゃないよ。ちゃんと濡れてるからね。おー、見てる、ビビったー。味方狙ってたのか。でも、頑張ればやれそうなんだよな。右から行こうかな。かぶったー。え、スパイファミリー。スパイファミリー、そんなとこ隠れてたのか。教えとかな。ナイス、潜伏スパイファミリー。ちなみに、スパイファミリーの誰なんだ？フォージャーさんか？ヨルさんなのか？やられとる。やられてるからもうわかんない。みんな強いからな。マイファミリー。でも俺好きだ、面白いよ。やばい。やばい、これ足も取られた、終わった。許された。ここ乗ってますね。オッケーオッケー、見えですね。おお、そこの時は、マジか。びっくりした。いや、頑張れ、そこいるよ。うん、頑張れ。会話してるみたい。まあまあまあ、味方を抑えてくれてるんで、
後ろから塗ってってもいいと思うんだけど、味方ですしなければ塗れる、したら行こうかなっていう感じですね。やっぱ誰かが戦ってる時に誰かが塗っておくってのが必要。このキルするキルしないとかじゃなくて、抑えられるか抑えられないかみたいな。危ない危ない危ない。あーごめん、なんかごめんなさい。いやミサイル強いんだよこれ、縦長のステージ強いよ全然ね、避けれないから。いやー怖い、ちょっと詰めてるか、やれそう。オッケー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 、メインセロ強い、来てますね。オッケー、押し込め押し込め押し込め、やべえ、これやりたいな。無理か、いや無理なら時間稼げるからいいや。このね、中から行きそう。チャージャーいるからね、みんな気をつけてね。見えるか。あ、いた。なんかここ難しいよな。いや、登ってきてる。いや、危ねえ。危ねえ、危ねえ。めっちゃ危ない。待って、待って、待って、危ねえ、危ねえ。しかもなんか抜けてる。ん？ごごごごごご。チャージャーめっちゃ見てたね。いや、なかなかタフな試合になってきた。おか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 、もう一人来て、もう一人、もう一人、もう一人。いや、詰めてるか。オッケー。いけるかな？塗れるかな？塗りは弱いんだよ。頼む！なんか微妙に、ちょっと攻め込まれちゃった。負けたかな。いや勝った！いや、際どい、わかんない。相手も結構粘ったな、これ。頑張って粘ってよ。はい、間違えしました。モンガラキャンプ場。なんか今日、もう、ダメだ。モンガラキャンプ場しか行ってない。本日、モンガラキャンプ場しか行ってない。なんか忍者みたいな格好した人いる。ちょっと待って。名前、黄昏って。もう、いるよ、これ。黄昏さん、忍者の格好をした、スパイみたいな格好をした黄昏さん、ここいますよ。はい、オッケー。スパイファミリーにいるから。黄昏も絶対そういう関係でしょ。ねえ、何これ、当たんないんだけど。ああ、戻ったかな。え、ナイス、黄昏ナイス。黄昏。かっこいいね、名前、黄昏。まあ、よくうちの世代だと、あれ、倒せないんだ。窓のとこで、膝ついてて、手ついてたりしたら、黄昏れてるって言われてた。そういう意味で知ってるから、なんか、ネガティブな意味でしか知らない、俺、黄昏れを。あー、当たんない。避けんのうまいな。黄昏れ、当てれるか、あれ、倒せるか。これさ、黄昏れと一緒にここ押さえてれば勝てそうじゃないっすよ、マジで、黄昏れないっすよ。いいぞ、黄昏。そのまま押し込め。待って、めっちゃ来てる。仲間めっちゃ来てる。このシールド危ない、このシールド危ない。ちょっとボム死しそうで怖い。やりきれないか？なんかわちゃわちゃしてる。なんかわちゃわちゃしてる。よしよし、味方前出てくれてる。あ、でもそっち雨なんじゃない？ナイスナイスナイス、やっぱりね。黄昏！黄昏！黄昏、大丈夫か。オッケーオッケー、メイン性能最強。メイン性能をつけてるプライマ強い。よしよし、なんかめっちゃ飛んでくるけど、これ着地もあるし、大丈夫、降りてきた。あー、てんのむずい。なんかめっちゃ飛んできてるよ。スーパー着地めっちゃ狙ってるけど。俺は味方のジャンプを守る。やばい。それやってくれ。それ、なんか潜伏してたなら、いや、やってくれ。いや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 。左が濡れてないな。どうしようどうしようどうしよう。あっちも頑張ってくれてるわ。みんなあっち行くな。正面はもう捨てた方がいいか。生きてるね。めっちゃ来てる、やばい。あ、なんかやっつけてる。結局味方やられてる。でもしょうがない。それはしょうがない。もうしょうがない。
やられたならばしょうがない。落ちてきた落ちてきた。ここ強いな。このオッケーやれるやれるやれる。オッケー、インクギリギリ。あ、諦めた諦めた最後ペチって落ちてきたぞ。戦うのやめたから。すげえなこの塗り。63、まあ70見たことあるわ昔。 70% フェスとかで行った時はね、びっくりしましたね。ありがとうございました。